川野はどうだった？時戸と孫様。びっくりした。なんだよ、こいつ。どうす、どうする？みんな。どうする？みんな。どうする？みんな。俺がさ、今、俺が中国に来てるのか？いや、マスターマッチじゃん、しかも。今回のチャンピオンを紹介します。あの、東京サーバーだから日本語で喋るよ。どこ行く？なんかみんながさ、当たり前のように中国語で喋るから、俺も普通に日本語でコミュニケーション取るからね。どっち行く？いや、俺のセリフだろ！俺のセリフだろ、それ！おい！東京サーバー来てんだから、てめえらなんか日本語喋ればわかるから。なんで当たり前の中国語喋ってんだ、この野郎。おかしいだろ、これ俺悪くねえかんな、絶対。当たり前のに、チャイナってお前だろ、チャイナは！ジャパニーズ、ジャパニーズ！オッケーオッケー。え、なんかめっちゃ重い。開けねえわ。なんだこれ、止まってた。あ、これ一回さ、ごめん、終了するわ。全体的にエイペックス重いな。これのせいでみんなバラランと言った。あ、じゃあそいつらは必然的に俺より弱いってことだから、今、日本のランキング俺いくつ？配信者、エイペックスランキング俺結構上の方にいない？スタイリッシュヌーブ、バロランといった、スパイギアこの前エイペックスやってたよ。で、昨日かなんかスモモさんやってたよ。やったー！スモモさんとシロちゃんと、チャンピオン取れたー！っていう声で俺目覚めたんだよ。2021年一番いい目覚めだった。うんこちゃんとオニアとモコしかエイペックスしてない。ちょっと調整をしようじゃあそいつら二人倒せば俺の勝ちな。